こんにちは、今回は世界任務です。ギミックが難しい場所がありましたので確認ください。難しい場所には上に注意と記載しておきます。では受注から始めていきます。以降は必要に応じて解説を入れます。急がなくてもいいのよ。よし。急がなくてもいいのよ。そしてここがまず一つ目の難しい場所です。まず最初の画面で画面下の青の装置を起動させます。この青い装置ですね。起動は右下のキーを確認ください。PS であれば R2 となっています。赤い状態のまま右上の青い場所をフォーカスさせます。視点が切り替わるので下の赤い装置を起動させます。ちなみにこの装置は一つだけが青い状態になるのが可能です。後で重要なので一応覚えておきましょう。会話などが多いので10分ほどカットしています。ここでは黄色で光っている場所を調べていきます。次は少し離れた場所に移動します。移動が多いので少しカットしています。そしてここから少し難しいギミックです。アンカーを2箇所で回収していきます。まずは科学院宿舎からです。移動先まで少しカットしてマーク付近の場所です。まずはこの赤い装置を起動させます。この装置起動にはリネットのスキルを使いましょう。こういった装置起動が多いのでリネットと水主人公は編成に入れるのがおすすめです。ここで装置を拾いますが銃の敵倒さないと拾えないかもです。
ってこの装置は右下のキーで配置できます。この付近にこの装置を配置したままでも大丈夫です。まずはこの装置を起動させます。まずここに青い装置があるので、右下のキーを使いこのエネルギーを回収しておきます。先ほどの配置できる装置を近くに置いていれば、そちらにエネルギーを渡す感じとなります。これが少し迷った後のクリア部分です。青いエネルギーを回収して配置できる装置に渡します。これが配置できる装置です。配置させる場所はここでなくても大丈夫です。その後この装置を移動させます。これで扉が開けられます。続いてのアンカー回収です。こちらもマーク付近の場所までカットします。まずは敵を倒しましょう。それと近くの岩を壊す必要もあります。必須です。そしてこの装置も起動させてあげます。そしてようやく装置を起動させてギミック解除です。先ほど青くした装置からエネルギー回収。そしてエネルギーを移します。情報提供者から知らせがあったわ。うん。どうやらまた新たな変数が現れたようね。そして一旦の報告となります。そしてここから2部の開始です。ここからも少し難しいかもです。一回水面まで出て泡を探していきます。この右側にある泡に近づきます。最初のうちはこれの繰り返しです。ただ後半に一箇所特に難しい場所があるので、そこがかなりの要注意となります。困った時は泡を探すというのが重要かもです。ここはそのまま近くの水に飛んで入ります。
がなくてもいいのよ。捕まえた。よし。そしてここからパーツを4つ回収していきます。特に1箇所難しいので、そこは上に字幕注意入れます。水中で透明な壁がある場所です。真ん中の高台にワープして全て回っていきましょう。まずは北側からです。このように泡があるので近づいて進めます。泡は任務を進めるために必須の要素となります。最初のうちは基本的に追いかけるだけとなります。で、この水中の中にあるパーツを回収していきます。続いて2箇所目です。よし。無駄だ。私は甘く見ない。
続いて3箇所目です。ここが透明な壁がある注意の場所となります。それ。ここで少しヒント出てましたね。水中ではなく少し水中から出た周りの泡に近づきます。この泡ですね。少しカットしていますが基本的に水の周りにある泡を追いかけます。こういった時は一旦水中に入るのも必要です。風の行く先を。それ。そして最後となります。ここは離れた場所に出た泡を弓で壊します。Thank you.
以降は会話と戦闘のみとなります。ご視聴ありがとうございました。